八日の皆さん、こんにちは。お元気ですか。今ね、世界中に新型コロナウイルスが大変な猛威を振るってます。皆さんは絶対にかからないように十分気をつけてください。指をゴシゴシよく洗う、うがいをする、そしてこのマスクをかける。ぜひそういうことを毎日毎日注意して、コロナウイルスに感染しないよう気をつけてください。みんなの体は神様からの借り物です。借り物だから大切に使わせてもらうことが大事なんです。この目、目は物を見る道具です。見えたことを喜ばせてもらう。自分が嫌なことでも見えたことを喜ばせてもらう、そうした使い方をすることが大事なんですよ。すなわち心の使い方ですね。耳は物を聞く道具、聞こえてきたことを何でも喜ばせてもらう、そういう心の使い方をすることが大切なんです。たとえ悪口言われても、ああそうだったかな、僕はそんなとこがあったのかなって反省する。そうするともっともっとみんなから好かれる人間になります。口は物をいただく道具です。どんなものでもおいしいおいしいって喜んでいただく。私たちはね、あらゆるものの命をいただいて、命をつながしてもらってるんです。みんなたった一つしかない命、その命を私たちはいただいているんですよ。お魚もそうです。ご飯のお米もそうです。みんな命があったんです。その命を私たちはいただいているんです。だから喜んで喜んで物をいただくことが大切です。それから口はもう一つ使い方があります。言葉を出す道具です。どんなことでも人さんに喜んでもらえるような明るい、楽しい、そうした言葉を使わせてもらいましょう。中でもありがとうございますっていう感謝の言葉、この言葉は大切ですよ。ありがとう、ありがとうって言われるととっても嬉しくなる。そのうちありがとう、ありがとうって言ってる方が嬉しくなるんです。ありがとうございます、これはとっても素晴らしい言葉です。うんとうんと使わせてください。使ってみてください。皆さん、朝起きた時、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんにおはようございますってニコニコ笑顔で元気よく挨拶されてますか。いつでもどこでも誰にでもニコニコ挨拶元気よく、これがとっても大事なことです。そしてありがとうございますっていう感謝の言葉、特におじいちゃんおばあちゃん、お年寄りの皆さんには優しく親切にさせていただきましょう。私もご覧の通り大変なおじいちゃんになってしまいました。みんなから優しくされるととっても嬉しいんです。よし、また頑張るぞって気持ちになる。どうか皆さん、お年寄りの皆さんに、おじいちゃんおばあちゃんにありがとうございます、そして優しく親切にしてくださるようにお願いいたします。さあ、それでは折り紙教室その3を始めましょう。今日はね、もう間もなく長い長い梅雨が明けます。そうするとカンカン照りの真夏になってきます。
日射病にならないように、熱中症にならないように、お外に出るときは帽子をかぶることが大事です。今日はね、まず最初帽子を折ってみましょう。皆さん、いろいろなものを包んでこられた包装紙がありますね。包装紙よろしいですか。この包装紙で折るとかぶれる帽子が折れます。包装紙大きいですね。まず裏をこうして折りますよ。ちょっとね、少しちょっと長く、そしてこれを半分に折る。折ったら、折ったところを爪でキーッとするとピシッとなるんです。これは折り紙のコツですね。で、開いて今真ん中を折ったところ、ここに合わせます。両方合わせます。そうしましたら、ここがこのところへ来るように折りますよ。それでまた爪でピッとアイロンかける。そしたらね、これをいっぱいここまで折って、5ミリぐらい折ります。で、これを半分に折る。今度ね、こっち側を折りますよ。そうね、1センチぐらいでもいいかな。こうやって折っとくと翼になるところ、翼の先がしっかりできる。裏返して、これもこのままだとバラバラになっちゃうから、こう止めるんです。こうですね。こっちもこうしましたら、ここをね、この中に入れちゃう。
で翼がしっかりしました。ひさしがで、これをお山にこう何でお山にするかっていうと、これをしとかないとここがバラバラになっちゃう。だからこうやって押さえるんです。そして開いてみてください。その時にこれをこうでもいいんだけど、ちょっとね1センチぐらい後ろに差し込む。この線、この線よりもちょっと後ろに1センチぐらい後ろに差し込む。そうするとちょっと格好が良くなる。これで翼を出来上がり。ピカチュウ、アンパンマン、ドラえもん、トトロ、私はそういうのを売るのがとっても楽しみです。今日はみんなとピカチュウを折りたいと思います。ピカチュウは黄色ですね。まず三角に折りますよ。もう一回折ります。そしてこれをね持ち上げて指を中に入れて四角く折るんです。こっち側も今ここですね。よくわかるようにちょっと大きな折り紙使ってますよ。これになりましたね。そしたらこうやって折りますよ。裏返して裏側も同じように折ります。そしたらこれをこう持ち上げます。これになるんです。
両方ですよ。これをここからここまでで、これを三等分に折る。顔になるんです。で、ピカチュウのお耳です。このね、ピカチュウの耳をね、こうやって、こっちじゃないよ。こっちへこうやって折ってください。よろしいですか？そしたら裏返して、ピカチュウの尻尾が出ちゃうから、尻尾を隠しますよ。で、これを上へ上げる。はい、ピカチュウが折れました。このままでもいいんだけど、この後ろをセロテープで貼ってもいいし、私はいつも両面テープを使います。ここでピタッてなりました。両面テープだと後でこれを剥がすと、あと胸元へつけたりすることができます。今日ちょっと紙が大きいから、直径14ミリのシールを貼ります。ほっぺ。そしたらお花を描きますよ。いろんな花の形があると思うんだけど、私は逆三角形で描いてます。そして口を描きます。さあ、大体できましたけども、目がありませんね。やっぱり瞳をつけた方がいいですね。瞳ができました。あとピカチュウは耳の先が黒いですね。
カチュウの出来上がりです。どうですか、可愛いでしょう。両面テープだと後ろを剥がして、どうでしょうか。これでバッチリ OK です。カエルさんを折ります。さっきのピカチュウの時と同じようにこうして四角く折ります。4箇所全部開きます。まで折れました。今度はこうしますよ。4箇所全部折ります。折り紙は折り目、筋目をピシッと合わせて折る。そのことが非常に大事ですね。はい、ここまでできました。今度これを開きます。
ここまでできた。今度はこうして4箇所こうやって折っていきますよ。そしてこれを手になるんです。一番上まで上げちゃいましょう。今度これですよ。そしたら8です。カエルさんの足っていうのはもうパーンとジャンプするようにジャンプできるような元気な足を折ります。それにはははい、そして今度はこの手をここのね角がありますね。ちょっと曲がってますね。そこに向けて折り出す。折ったらこっちはお腹です。カエルさんのお腹、こっちが背中です。足と脇腹を押さえて、お腹はこっちだよ。で、お腹のところを親指で押さえて、足と脇腹を押さえて、思いっきり。はい、どうぞ。カエルさんとエリマキトカゲ、なんか同じ仲間みたいですね。途中まで同じなんですよ。
今度はこれを持ち上げてこれと同じようにします。ここまではカエルさんと同じです。これを下へ一つめくって、これを下へ。そしてその間の上へ上げる。上へ上げる。こうですね。これでね、そしたらこれをね、ここにね筋がある。筋が薄くて見えないかな。その筋に合わせてなりましたら、そしてこのところちょっと爪でこすって、そうするとね、これも襟巻きのかっこよく、そしたらこれをこうして、
これが手になるんです。戻す。手になりました。今度は足です。ちょっとね、ガリ股の方がね、面白みがあります。滑稽な感じがする。そして後ろの持ち上げる。襟巻きトカゲの出来上がり。後ろも見てください。尻尾まっすぐよりはちょっとこう曲がった方がかっこがつく。この足なんかも開いてね、滑稽さが